what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No.ポッ、ナグオフーカです。今回は最近買ったお洋服と可愛いニット特集です。本当に使えるアイテムを厳選したから、よかったら最後まで見ていってください。それではスタート。今日のリップはボビーブラウンの64番。めっちゃ可愛いな。マットでもないし、めっちゃツヤツヤっていうわけでもないから、めっちゃ発色が良くてちょうどいい。じゃん。最初がブラッシュドジャージーワイドパンツ、お値段が3990円。これ大好き。もうこのパンツは買ってから1ヶ月ぐらい経ったんかな。もうガシガシ、さっきも洗濯機で乾燥機までかけちゃったパンツでも全然あったかくて分厚いからこそシワが全くつかないパンツ。すっごいお手入れしやすい。これ私友達と買いに行って、友達はディズニー行ったんやけど、もうディズニーってめっちゃ寒いやん。このパンツ1枚で余裕やったって。全体じゃなくてここだけタックが入っとるから、ここから見た時に立体感があるから、足のラインを拾わず綺麗に見せてくれる。丈感もねちょうどよくて、私はこれダークグレーで気に入りすぎて、じゃん、ネイビー買ってみたけど、私が履いてみてそんなに色の変化というかめっちゃ変わったっていうことはない感じ。2つとも似とる。ダークグレー、ネイビーの他にはベージュがあります。ちょっと色味見てほしい。2つ並べてみよう。ね、どう？違い分かった？そんなにやよね。なんかもうちょっときれいめ系に合わせたい方はネイビーおすすめやし、ブラックがないからダークグレーかネイビー迷った方迷うね。ネイビーとダークグレー、こんな感じ。なんかさ、わかるかな、ちょっと白い糸も使ってるからこそ糸が目立つというか、ホコリとかがちょっと目立ちやすいけど、でも遠目で見たらやっぱ黒欲しい方ダークグレーの方がいいかも。ネイビーは結構ネイビーかな。トップスのお洋服の糸とかがちょっとくっつきやすいから、アイロンは毎回してないけど、コロコロを毎回着るたびにするって感じかな。ダイアナのブーツ合わせるとこんな感じ。本当に丈感がブーツ履いてもスニーカー合わせてもちょうどいい。ちょっとスニーカー合わせてみるね。スニーカー合わせるとこんな感じ。かわいいの、丈感が本当に絶妙でちょうどいい。ニューバランスの靴、ちょっといろいろ着回してみよう。最近はこのコーデが多い。ザラの最近買ったトップスにユニクロのこのパンツ、どっちともめっちゃあったかいの。可愛くない？次、 JW アンダーソンのコラボのシャツ、めっちゃ可愛いの。マークがついてたりして可愛い。色可愛いよね。ブルーにした。カラーがホワイト、ピンク、ブルーがあって、私はブルーにしました。ニットと合わせたり肩掛けしたら可愛いなと思って、ちょっとピンクかブルーか迷った。でね、お値下げされとる。今は2990円。可愛いの、ここがちょっとタックの間にこんな感じにデザインになっとって、で丈がロング丈でサイズ感もちょうどいいというか、ゆったりとした感じ。ね、ネイビーのパンツ倒したら可愛いね。インして着てみるとこんな感じ。結構ねこの時期に出るシャツやからこそかな、分厚い。シャツの素材が綿 100% やから、ちょっとインしただけでもちょっとだけシワになるかも。シワ感こんな感じ。でもそんな目立たんか。どう？いい？これねちょっとオーバーやから、インナーとしても可愛いけど羽織でもいいね。なんかこうやって着ても可愛くない？可愛い。ね、このブルーめっちゃ可愛くない？去年かな、一昨年とかにユニクロで買ったタートルネック、すごい綺麗なの、このブルーが。そしてめっちゃ使えたから、今年もなんかカラーあると欲しいな。これになんかこことか出してブルー合わせで、うん、可愛い。ねえね、合わせ目で言うとさ、あ、これ絶対可愛いんじゃない？エレンディークのアウター、可愛いじゃん、この丸みが。え、可愛い。こっちかさ、
こっちどっちの方が可愛い？白か。やっぱこっち？サイズ感的にも。ね、大きいからね。これ大活躍じゃん。よかった。こんな感じで。可愛い。青好きな方こんな感じで統一感するの可愛いかも。合わせやすい青やから。可愛い。うん、いいじゃん。この水色と合わせてシャツと合わせてたんやけどめっちゃ可愛い。これ着てくるね。これメンズサイズの M サイズ2990円でした。可愛くない？こうやってシャツと合わせてちょっとメンズっぽいけど、だから卸しで行って、で私はこの最近ゲットしたスタンドオイルのバッグめっちゃ可愛くない？これ結構入って、もちろん携帯は入らんからお金とここにもカードっぽいのを入れて、これを女の子っぽいバッグを持つのに可愛くない？ちょっとコロンとしとって、このバッグが最近のお気に入り。こんな感じで生島の帽子をゲットして、ちょっとジョッキーみたい。かわいい。このネイビーのやつパンツと合わせて、でここもちょいネイビーやから。どうぞ。このニットのサイズ感ちょっと伝わりにくいからシャツなしで着てみよう。かわいくない？私シャツなしの方が好きかも。ちょっと緩めな感じ、かわいい。首元もいい感じ。いいじゃん、かわいいじゃん。なんかね、ちょっとだけラムクルネックはチクってするから、ちょっとだけやけど、そのチクが気になる方はヒートテック着たり、あとはこういうインナーを、これめっちゃ使える。これちょっと下に着てこようか。でもかわいいね、このバッグと合わせるの。これインナーとしてマジで活躍してくれる。この首見て、これちょうどよくない？これがすっごい大好きで。あ、いいじゃん。ちょっとチラッと見える感じ、私ちょっとチラッと見える感じ好きよ。どう？あえて女の子らしいちょっと太めのチェーン、かわいい。冬って感じ、かわいいね。もっとさ、女の子っぽく着たい子。これかわいいの。これインスタの一番最初にした。これめっちゃかわいい。こっちがメンズのアイテムで、こっちがレディースバージョン。レディースバージョンはなんかちょっとダボっとゆったりっていうよりかはぴったり着たかったから、私はいつも通りの S サイズにした。これね、めっちゃ可愛いの、顔が明るく見える。これ着てくるね。ちょっとデニムと合わせて韓国の女の子っぽくぴったりとしたデニムで、ね、可愛い。色味が可愛いの。これ他に何色あったやろ。こっちも可愛いね。これがライトグレーで、もう一つがネイビーです。ネイビーの方がベージュ味が強いね。ピンクと合わせるの可愛い。なんかこれは下に今インナー着とるけど、さっきよりチクチク感がない。ずっと畳んどったけどシワ感も気にならない素材です。下がちゃんとリブになっとるから、インしなくてもこんな感じで着やすい。で、後ろがこんな感じ。可愛くない？これこれ可愛いよね。私いろいろユニクロのセーター持ってたけど、この柄は初めてかな。可愛いの。なんかこういうのにより女の子っぽく振り切っても可愛くない？こうやって持ったりして、黒を差し色にしてみた。この時のインスタはここにベージュがあったから、茶色のバッグと合わせてんけど、それも統一感あってめっちゃ可愛かった。パンツと合わせてみた。やっぱパンツの方がしっくりくるね。かわいい。全部かわいい。どうしよう。でも私ニットの中でこれ結構推し。チクチク感も全くゼロやし、本当に着やすい。首元もこんな感じで、サイズ感もちょうどいい。かわいい。白パンツと合わせるとまた雰囲気が違う。かわいくない？どう？こっちの方が可愛い？ネイビーか白パンツ。でもこっちもなんか冬って感じして可愛いね。次はプレミアムラムクルーネックセット。これグリーン合わせてきます。じゃん、可愛くない？
グリーンかわいいよね。でプレミアムラムクルーネックセーターはすっごいカラバリ豊富で、しかもどれもかわいくない、色が。あ、ピンク入荷されとる。私がさ選んどった時ピンクが売り切れとって、この10番のピンクめっちゃかわいくない？デニムと合わせたいと思って、私は今回はグリーンにしました。去年はオフホワイト買ってすっごい大活躍しとる。あとこのネイビーもかわいいよね。グリーンはこんな感じ。私は M サイズにしました。もうちょっとゆったり着ても可愛いけど、なんかインせずに着るならこのサイズ感がちょうどいいかな。マジであったかい。マジでこのプレミアムラムクルーネックセーター本当にあったかい。え、みんなさ、いろいろ着た中でどれが可愛い？生地こんな感じ。ちょっとだけ毛羽立っとるけど、畳んで収納しとったけどそんなにシワもついてなくて着やすい、扱いやすい。M サイズって丈伸ばすとこんな感じ。なんかワンサイズアップしたけどこのサイズ感でちょうどいいっていう感じ。あえて大きくしたっていう感じもなく、なんか重ね着したいとかシャツとか着たいっていう方、ワンサイズ上でも全然余裕よ。この帽子もネイビーなんやけど、なんかちょっとヴィンテージっぽい、ちょっと汗た感じのデザイン、かわいいよね。かわいい。白パンツと合わせるとこんな感じ。白パンツと合わせた方がなんか緑が強調されてかわいいね。かわいい、こんな感じ。かわいい。次は目、これすごいよ。これがじゃん、ヒートテックになっとって、ブラタンクトップ、カップ付き、ちゃんとカップついとって、しかも洗濯何回もしても絶対取れないブラカップやから本当に楽ちんで、こういう時とか V とか着る時って、あ、ヒートテック脱がんなっていうことが何回かあったやん。これそんな心配もなく、長いヒートテックの方がもちろんあったかいけどこっちの方が使える。あと今の時期これがめっちゃちょうどいい。私はこんな感じでブラックにして上からカーディガン羽織ってちょっと見えるぐらいにしても全然下着感がないし、もう普通にこんな感じでいつもの着てるニットの下に。薄さはヒートテックと変わらない薄さです。こんな感じで、ベージュもあるから透け感とか気になる方ベージュの方がいいかも。私はインナーとしても使いたかったからブラックにしました。でもベージュも欲しい。かわいくない？ニット特集でこれも最近届いたニットの、めっちゃかわいいの。かわいくない？このサイズ感、メンズも着れる大きさ。ハートがこうなっとって、おそろい。なんか最後を撮るのを忘れてました。久々のブルシャン。ジュラピケのパジャマがおそろいなんです。かわいいのこれ。こんな感じで最後まで見てくださってありがとうございます。バイバイ、おやすみ。今日も一日お疲れ様でした。